ウィリアム・ヘンリー・フォックス・スタルボットは写真技術の先駆者の一人でカロタイプと呼ばれる初期の写真を発明した人物。政治家、考古学者、語源学者でもあった。イギリス人。生はトルボットとも表記する。1831年に王立協会のフェローに選出されている。フォックス・スタルボットは1800年、グレート・ブリテン王国、イングランド、ドーセットにある。 メルベリーという町で、ウィリアム・ダ・ベンポート・タルボットと、夫人エリザベス・フォックス・ストラング・ウェイズの間に、一人息子として生まれた。彼は1817年に、ハーロー校から、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジへ進学し、1820年に、パーソンプライズを受賞し、翌1821年に、数学学位試験を優秀な成績で合格した。 1822年から1872年にかけて彼は王立協会に主に数学についての論文を多く投稿している。研究生活の初期、彼は工学の研究を行い、これが後に写真術として結実した。1826年、エジンバラジャーナル・オブ・サイエンスに夕食の炎についての研究と題した論文を1827年には、 クォータリー・ジャーナル・オブ・サイエンスに単色の光と題した論文を寄稿し、フィロソフィカル・マガジン氏には化学作用による色の変化など化学についての論文を多数寄稿している。1827年から亡くなるまでウィルトシャー州にあるラコック・アビーを住居としていた。フランスのルイ・ジャックマンデ・ダゲールが1839年に太陽光で撮った銀板写真を発表するより早く、 タルボットは写真の実験に取り掛かっている。彼が写真技術に手をつけたきっかけは1833年にイタリアへ新婚旅行に行った際のことだった。彼は描画補助器具カメラルシダやカメラオブスクラを使って旅先の風景をスケッチしたがうまく風景を描き残せずこの方法に失望してしまった。しかしカメラオブスクラの中に映る縮小された自然の 風景に心を惹かれ、この美しい映像を永久に残す方法はないかと考えた。これが光で紙に直接光景を焼き付ける研究の開始につながったと言われる。彼は小三銀溶液を染み込ませた紙を使い観光紙を作り、黒白の反転した因果を固定して因果紙に溶画を焼き付けるというネガポジ式の手段を1835年に発見していたが、 一旦中断し数学研究を続けていた。ダゲールが光の像を銀板に定着させる技術を開発したという第一報が発表された直後、1839年1月25日にタルボットは4年前に発明していたという画像数枚を王立協会で公開した。さらに2週間以内にタルボットは王立協会に対し光で絵を描くという自分の技術の詳細を 公開した。タルボットの取ったカロタイプ。ウィルトシャー州の働く大工1842から43年タルボットは、ジョン・ハーシェルら多くの科学者から協力を得て研究を進め、1840年までに技術を完成させた。1841年にはカロタイプ、または発明者の名を取りタルボタイプと呼ばれる写真製法を発表した。これは、ハーシェルや ジョゼフ・バンクロフト・リードラの先行する研究を反映させたものでタルボットの独自の貢献は因果を作りそこから多数の洋画を焼き付けることを可能にするというアイデアだったまた無色資産を用いて先争を現像するのもタルボットのアイデアだった彼はこの技術によって王立協会から1838年に ロイヤルメダル1842年にランフォードメダルを受賞した。また1843年に写真工房を作り複製能力を活かした写真集の出版を開始した。1844年に出版した世界最古の写真集自然の鉛筆は特に有名である。1841年2月、タルボットはカロタイプについての特許を取得した。当初、 彼は特許使用料を1回に対し20ポンドで売っていたが、後にこれを4ポンドに引き下げ、撮った写真を彼の元に届けたものに対しては無料にする措置を取った。しかし職業写真家は最大で年300ポンドの特許使用料を彼に払うことになっていた。タルボットの特許料を稼ぎは広い範囲から批判され、特にフレデリック・スコット・アーチャーが1851年に ガラス板を使ったネガポジ式写真製法、コロジオン法を発明した後のタルボットの振る舞いには非難が湧き起こった。タルボットはアーチャーが発明した技法を使うものはカロタイプの特許使用料を払わなければならないと宣言したのである。タルボットがカロタイプの特許を取った理由の一つはライバルのダゲールが写真技術を開発し続けていることを意識していたため、 多額の研究費を必要としていたからである。タルボットは当初数年間にわたり数千ポンドの資金を投じて、なお写真技術の詳細を得られず、少なくない資産を失ったことも特許領聴集の背景にある。彼は自然の鉛筆と呼んだ自身の写真術を実現するにあたり、当初直接因果詞を用い、光源と因果詞の間に物体を置くことで、因果詞に 物体の黒白反転の因果を残すことに成功した。カロタイプはこれを洗練させた技法で、像を直接写した因果紙のもとに、因果紙を敷いて、像を焼き付ける方式だった。ハーシェルのしさで、塩硫酸ナトリウムを貼った桶の中に、因果紙を浸すことで観光を止めて、像を定着する方法も確立された。 ネガポジ式の利点は写真は何枚でも必要なだけプリントすることができる点にあった。ダゲレオタイプは銀板に直接像を残すもので、後のポラロイド同様一点のみで複製は不可能であった。一方で、カロタイプは像を鮮明にするために因賀紙に油を塗るなどの工夫をしていたが、繊維でできた紙の粗さでは金属板を使ったダゲレオタイプの像のシャープさにはかなわなかった。 両者の欠点を解決したのが、ダゲールが死んだ1851年に完成した、湿式コロジオン法で、ネガ部分に紙を使うカロタイプの代わりにガラスを用いることで、複製も製造でき、しかも鮮明な像を得ることができた。一方、ダゲールもタルボットが、カロタイプの技術を発表した後、研究を前進させていることを意識していた。彼は特許を政府に買い取ってもらい、研究を フランス政府が支援し彼自身は年金をもらうようにした。共同研究者、ニセ・ホール・ニエプスはすでになく年金を受け取れなかったが、彼の息子で共同研究を引き継いだイジドール・ニエプスが年金を手にした。ダゲールは必要な研究費を生涯受け取る年金から払う、代わりにダゲレオタイプを全世界的に特許なしで公開し、普及させることに成功した。 この無料仕様はイギリスにおいてのみ適用されなかったが、その措置はダゲールが死にダゲレオタイプが衰える1861年頃まで続いた。1852年8月、タイムズ紙は、王立協会会長のロス卿、王立芸術アカデミー会長のチャールズ・ロック・イー・ストレイクの公開書簡を掲載した。彼らはタルボットに写真技術の進歩を促進するために、 特許料の圧力を緩和してほしいと訴えた。タルボットはこれに応え、アマチュア写真家からの特許使用料徴収をやめたが、プロの肖像写真会の特許料徴収は続けようとし、その結果いくつもの裁判に敗訴した。当時、販売用に肖像写真を作ろうとする者のへの特許使用料は、最初の1年で100ポンド、その後、毎年150ポンドという額であった。 1854年、タルボットは1855年に切れる特許の14年間延長を申請した。当時彼が抱えていた裁判の一つに、失シ色シコロジオン法を使う写真家、マーティン・ラ・ローシュに対するものがあったが、この裁判がタルボットの特許紛争の展開点となった。ラ・ローシュ側は、特許自体の無効性を訴え、その理由として、ジョゼフ・リードが、 カロタイプと同様の手法を先に考案していたことを挙げた。湿式コロジオン法の利用についても、カロタイプとコロジオン法は同じネガポジ式ながら重大な違いがいろいろとあるため特許侵害ではないと主張した。判決で判事はカロタイプの特許延長は是認したが、ラローシュがコロジオン法を使うことはカロタイプの特許侵害に当たらないと認めた。 この判決に失望したタルボットは特許延長を取りやめた。写真術はやっと特許から自由になったのである。タルボットは保育等を支持する傾向のある恩健的改革派の一人として政治的活動も行った。彼は1832年から1835年までの間、チッペンハム選出議員として国会にも出ていた。彼は1840年には ウィルトジャー州の州長官も務めた。科学の研究に携わる間にも、彼はより多くの時間を考古学に割いていた。ヘルメス、オアクラシカルアンティックエリアンリサーチス、イラストレーションズ・オブ・ザ・アンティキティ・オブ・ザ・ブック・オブ・ジェネシスのような著書もある。また東洋学者、サー・ヘンリー・ローリンソンやアシリア学専門家、エドワード・ヒンクス博士らと共に、ニネベから発掘された。 年度版の設計文字の最初の解読者としての栄誉も手にしている。語源学にも関心を持ち、1846年にはイングリッシュエタマラジスを執筆した。ありがとうございます。